で、まずは今回慶応との参加が決まりましたけども、はい、まあ、その前にあの11月と1月にこう新しい形で慶応が、はい、スタートして会場とかでも試合ご覧になったと思うんですけど、はい、なんかどうでしたか、開幕とか。まあ、でもトーナメントも毎回毎回違う階級でやってて、すごい試合自体もスーパーファイトを含めトーナメントも全部ほとんどがすごい盛り上がる大会で、なんか昔の慶応を思い出すじゃないですけど、すごい盛り上がってる興行だなとは思いますね。大井選手がプロとしてその慶応の舞台に立ったのってトーナメントの時ですね。そうです、はい。じゃあその、まあ、すごくこう盛り上がってた時のじゃリングというのは実際の体感はされて、慶応甲子園の僕が優勝した時が埼玉スーパーアリーナで、マサト選手の引退試合の時だったんで、あの時はすごかったですね。でも、まあ、ああいう大きい会場っていうか、はい、まあ、しかも K-1 って名前がある大会っていうのは、なんかやっぱこう普段の大会とやっぱ違うなっていうのを感じました。でも K-1 甲子園の時はプロでもまだ試合もしてなくて、いきなりああいう舞台でやったんですごい緊張もあったんですけど、でもなんか K-1 だからとかクラッシュだからとか、そういうなんか特別意識は僕はないですね。もう戦うリングはどこでも一緒っていう。そうですね、はい。まあ、やっぱりあれだけこう久しぶりに K-1 帰ってきたくなって、お客さんも集まって、はい、熱気とかはあったと思うんですけど、やっぱあの舞台に立ちたいっていうのは思いました。やっぱりそうですね、クラッシュの後楽園大会とは違ったなんか良さというか、そういうのはすごい感じたんで、まあ、そこに僕が上がれたらどんだけお客さんも盛り上がってくれるのかなとか、そういったことも考えながら11月と1月も見てましたね。自分がこうあそこで戦ってるのをイメージしながら。そうですね、はい。もう実際、ちょっと試合期間が来ましたけど、まあ、2試合やって、復帰戦慶応勝ちして、前回の試合はエリアスプライド、はい、スタンパに出た選手とダウンと戦ってて、まあ、順調にこう仕上がってきて、はい、今回の試合を迎えたと思うんですけど、まずご自身のこの今の調子とかコンディションとか含めてどういった状況ですか。そうですね、今は、まあ、前回ちょっと右足痛めて、なので1週間ぐらい休みもらって、でちょっとずつ練習は再開してるって感じなんで、まあ、ここからどんどん上げていこうかなと思ってますね。なんかこう、まあ、うまくこうなんですかね、あのステップ段階踏みながらこう試合をやってきたっていう感じもするんですけど、はい、なんかそういった意味でこういよいよ基本的にいよいよ戦う準備が整ったみたいな感じがありますか。はい、そうですね、やっぱり K-1 のリザーブに出てたイリアス選手にああいう勝ち方して、まあ、誰が見てもあのイリアスを K-1 に出せとかそう思われて出たいなと思ってたんで、そういった納得のいくような形で今回参戦することができたんで、僕としてはすごい良かったかなと思いますね。あ、やっぱりこうみんながこう K-1 の戦いを見たいっていう状況になってから。そうですね、はい、なんか接戦で勝ってノイルも参戦するみたいな形だとちょっとあれだったんで、みんなが早く K-1 の舞台でノイルを見たいって思ってくれるような状況で出たかったんで。しかも一発目は BOF やテックス、はい、本当にこう願ってもないというか、一番こうみんなも注目としているんだと思うんですけど、はい、まあ、ずっとアピールされてて、決まった時、はい、の気持ちというか心境はどうですか。そうですね、ずっと、まあ、ゲオ選手やりたいって僕はずっと言ってて、まあ、今回オファーもらった時にやっときたかっていうのが、うん、率直な感想ですね。でも、以前話聞いた時も、もうやっぱいつかは戦うんじゃないかって言ってて、はい、ずっとゲオの戦いに行くことを見てたんですよね。そうですね、あの11月のトーナメントの時も1月のワンマッチの時も会場で見てたんで、僕だったらこうするなとか思いながら慶応選手の試合を見てましたね。まあ、本当にこういろんなあの強い外国人選手いっぱいいますし、はい、実際の選手も戦ってきたと思うんですけど、なんか慶応のなんていうんですかね、持ってるなんかこう引きつけられるものというか、やっぱり日本人無敗っていうのが一番大きいかなと思いますね。やっぱりそこに僕が初の日本人の黒星つけたら、歴史的に名前も残ると思うし、注目もされると思うんで、そこはやっぱり一番大きいですね。実際なんかこう K-1 ルールでもマイタルールでもどっちでも強いし、どっちでもこう倒せる選手じゃないですか、はい、どんなところがノイル選手が見て強さとか強さとか理由だと思うんですか。
試合の運び方とか、もう距離感が多分すごい抜群だと思うんですよね。自分の距離で絶対戦うし。だから、まあ、ムエタイで多分何百戦もしてるんで、経験も豊富だと思うんで、こう来たらこうするとか、多分すごい頭を使いながら戦ってる選手かなって僕は思いますね。すごい試合になるんじゃないかと、多分皆さん期待すると思うんですけど、ご自身がどんな試合になるというふうに、まあ、現時点で予想されてますか？僕の中でも短期決着はないかなって思いますね。まあ、2ラウンド、3ラウンドでどちらかが KO で倒れるか、まあ、でも最低でもダウンは取りたいですね。なんかギリギリな判定で勝つと、なんか日本人びいきだとか言われるのも嫌なんで、やっぱり判定で勝つなら圧倒的な判定で勝ちたいし、圧倒的な勝ちで終わらせたいですね。1月にスーパーファイトで木村選手と戦って、まあ、そういったダウンのポイント差で勝敗が決まりましたけど、もっとこう明確にそうですね。結構お客さんの目から言うとドローだったんじゃないのかとか、延長を見たかったとかいう声がすごいあったんで、3ラウンド判定行くならもう判定待ってる時にもう誰が見てもノリの勝ちだっていうのをっていう形で終わらせたいですね、僕は。完勝とか完全に超えたいですか？そうですね。この前のイリア選手みたいな時の判定もそうだったんですけど、ダウン取って他のとこでも別にポイント取られるわけじゃなく、結局フルマークで勝てた試合だったんで、ああいうような形で終わらせたいですね。また今回は、まあ、スーパーファイトという形で逃げようとしはしますけど、やっぱりこのノリ選手が65キロって今、盛り上がってる階級、しかもこの K1 の舞台出てくるとなれば、まあ、皆さん期待もしますし、もちろんノリ選手もここから戦っていくっていうことをいろいろ考えてると思うんですけど、まあ、ここからの戦いっていうのはどんなことを考えてますか？そうですね。11月に65キロのトーナメントやって、で1月もスーパーファイトが含まれて、結構65キロがすごい今一番階級として盛り上がってきてると思うんで、まあ盛り上げてくれた人たちにお疲れ様って感じですね。僕のために盛り上げてくれて、結構主役とかヒーローって遅れて登場したりするじゃないですか。僕が一番主役だよって言いたいですね。ノリ選手も目立つのは嫌いじゃないですよね。そうですね。やっぱりやるからにはこういう競技なんで目立ってなんぼだと思うんで。じゃあもうこれからは自分が主役になっていきますと。もちろんです。そのためにも今回ゲオ選手に勝てばもう誰もが認めてくれると思うんで、主役が誰かって分かると思うんで、